おかえりなさい、田中健二郎選手、イエーイ。はい、どうもメントスコアと名乗るまででございます。本日ですね、昨日トレードの一件があったんですけども、本日まだまだビッグなニュースが飛び出してまいりました。ずっとね、支配下からね遠ざかっていた育成契約だった田中健二郎選手が本日、支配下登録されました。いやいやいや、一 DeNA ファンとしましてね、これほど本当に嬉しいニュースはないのかなというふうには思います。そしてね、今回の動画はね、もちろん皆さんね DeNA ファンの方であれば田中健二郎選手もちろんご存知かなというふうには思うんですけども、この動画の中でその田中健二郎選手の解説、さらにはちょっとじっくりね田中健二郎選手の魅力について語ってまいりたいというふうには思ってますので、皆さんね最後までご視聴よろしくお願いいたします。ということでね、早速なんですけどね、例のごとくプロフィールの方から見ていきたいなというふうには思います。こんな感じになっております。名前は田中健二郎選手、投手で左投げ左打ち、179cm で80kg、1989年生まれ9月18日なので現在31歳のピッチャーでございます。はい、続きまして通算の成績の方なんですけどね、208登板投げまして11勝13敗、1個のセーブで、50ホールド、228.1 回投げまして防御率 3.86 といったピッチャーです。主にね、もう皆様もご存知の通り、中継ぎ1本でいってるピッチャーでして、昔はちょっとね、何回か先発というものも体験したかなというふうには思うんですけども、ここ最近はね、本当に中継ぎ1本で、勝負しているピッチャーでございます。続きまして、単年ごとの成績を見ていくんですけどもね、ピックアップすべきなのは、まずは2016年ですね。2016年ね、それまでもね、何回か投げていたことはあったんですけども、2016年に61試合の登板を、経験いたしました。ラミレス監督があってすぐですね、5勝3敗、23ホールドで44回になりまして、防御率 2.45 というね、61登板してね、防御率 2.45 はね、もう立派すぎる成績でございます。その次の2017年もね、60試合投げて1勝3敗、11ホールド、48.1 回投げて防御率 4.47 ということでね、そこまでね、いい成績ではないんですけども、まずはこの60試合登板できるということはね、凄まじいやっぱブルペンにとってね、プラスアルファになってくるかなというふうには思いますので、この2016年、2017年のね、2年連続60試合登板、その素晴らしい実績があるピッチャーですので、間違いなくね、ブルペンの支えになってくれる、ピッチャーかなというふうには思ってます。その後ね、2018年はね、11試合の登板しかすることができず、防御率も潤わずといった形で、2019年8月にね、トミー・ジョン手術を受けまして、そこから2020年は全休という形で、育成登録に落ち、今週のね、本日ね、育成登録か支配下登録に至ったという流れになっております。はい、最後にね、ちょっと簡単に、田中健二郎選手の、まあ、特性についてお伝えするんですけども、まあ、簡単に言うとね、本当にもう皆さんご存知の通り、中継ぎのピッチャーなんですけども、まあ、火消しもできますしね、まあ、ロングリリーフに来た形もできますし、買いまだりもちろんもできますし、まあ、1イニングもね、任せることができるというね、便利だと言ったらね、少しね、嫌な言い方になってしまうかもしれないんですけども、まあ、それに似たね、ニュアンスのような、ピッチャーかなっていうふうには思ってます。まあ、ロングリリーフに関してもね、石田選手まではいかないかもしれないんですけども、同じサウスポーの石田選手はね、レスター選手を助けてくれる、存在のピッチャーになるんじゃないかなというふうには思っていて、先ほど言った通りね、間違いなく、ブルペンの支えになってくれるピッチャーかなというふうには思います。最後にちょっと2軍成績の方なんですけどね、21試合に登板しまして0勝1敗、ホールド0、1セーブ 20.2 イニングになりまして防御率 3.48、奪三振率 8.71 で7個の四死球を出しております。防御率から言えばね、そこまでね 3.48 ということでなので、そこまで良くはないんですけども、私もちょっと目から見させていただくと、2軍というのはね、成績だけではなくやっぱ内容が全てかなというふうには思いますので、内容は本当にいいかなというふうには思ってます。はいね、こんな感じでね、田中健二郎選手の説明させていただきました。正直、支配下登録されたのかなり嬉しいです。でもね、支配下登録されたのがゴールではなくて、ここはどんどんと投げていってね、一軍戦力になっていただくのが、これからのゴールかなというふうには思ってますので、トミー・ジョンから見事ね、変えてきました。ここからね、さらに復活して、一軍の試合でもどんどんと投げていっていただきたいかなというふうには思ってますので、応援していただきます。ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもこんな感じを撮っておりますので、また見てください。それではお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。
左腕がうなれば狙いは外さない、ピンポイントの技、攻めて攻めろ健次郎、かっ飛ばせ健次郎。